魔法がかかった奇跡やん。あゆなさん、おはよう。おはよう。よく眠れたですか？動きが可愛いんだけど。はい、桃たちはバッチリぐっすりよ。お、どこで寝ようんやろ。てかどういう感じで過ごしようかが全くわからんねやけど。みんなで朝ごはん食べるですね。いつもなんかめっちゃ歩き回りよるとこしか見かけてないけどさ。一日に何回もあゆなさんに会えて嬉しいな。まあ一緒に住んでるからね今日はとってもいい日なのです。うんうん、いっぱいいっぱい会いに来てね。もちろん今日もいっぱい遊ぼうね。うんうん、いっぱい遊びたいです。まあね、猫だからね、遊ぶのが仕事みたいなもんよねはい、それじゃあご飯食べようって言ったよね。お、新しいやつ、ホットケーキ、ふんわりホットケーキ、バターと蜂蜜でどうぞ。生クリームとかいちごにブルーベリーまであるやん順番にボタンを押して混ぜましょう。うんうん、スタートー。 YYBX、YYAYXBBXXYYAA。 大丈夫、そんなに真剣に眺めなくていいんだよももちゃんがいつまでもぐるぐるなんやけど。ぴったり止めて焼きましょう。あ、またこれか。よし、こい、スタート。熱くないかな。あ、お、ぴったりじゃない今の。めっちゃいい感じじゃない。早くです。あ、お、え、やった、エクセレントやん今の。確実に熱くないかな。はい、これちょっと早めにやった方がいいんよね。ちょっと早めにやってちょうどいいぐらい。なんか止まるまでに若干時間差がある。ふんわりホットケーキいいね。ご飯。はい、どうぞ。いただきます。いいね、これ食べるやつ全部猫用なんかのめっちゃ普通に美味しそうなんやけど、人間用ではないよね。どう、美味しかった？ごちそうさまでした。はい、満たされていくね。さあ、それじゃあ撫でる、遊ぼう。前回猫じゃらし使ったんかな。ことはボール遊びしよう今回。行くよ。へいへい。何、どういう感じ？ね。はなんか叩き落としてしまったんやけど。はい。はい。あ、いい感じ。メス。へい。はい。おお、いいねいいね。あー、ごめんね。なんかさ、ミルクさ、ももちゃんの方見ながらこっちに投げよらん。ね。来ようかよ。行くよ。えい。へい。それ。ね。は。あ、スピードアップする、マジで。あ、ごめん。いつも私で止まるっていう。そして私で止まった時のあのね、二人の素の顔。はい。何やってんだこいつみたいなね。ね。お、ごめんなさい。ごめんなさい。はい。はい。はい。あ、なるほど、あそこに時間があるんやね。時間制限なんや。毎回落とす。はい、大丈夫ですよ、アイノさんとか、それぐらい言っていただきたいんやけど。はぁ、あ、みたいな顔で見られるんですけど。ね、あ、でもこれで、あ、ごめんね、ラストだったのに。飼い主、下手くそか。いやー、めちゃくちゃ気を使わせてるね。ごめんね、ありがとう、こちらこそ。満足したの？大丈夫？なんだよ、こいつってなってない？素材、綿花と幸せの水ゲット。お、エピソードが。なになに今回は。プルプルプル。あ、またもしまたスマホごっこ。はい、ミルクです。やっぱ可愛いよね、このスマホ。あの、手作りとは思えない。そうだ、好きな飲み物は何ですか？好きな飲み物、好きな飲み物は、あゆなさんのお家のお水です。お水ってどこも一緒じゃないの？違うの？あ、でも野良やったらあれか、水たまりの水とか飲みよった可能性もあるんかな。あゆなさんのお家のお水好き。ちゃんと水道水が飲めるっていうのは幸せなことなのか。一緒です。うん、うんうん、一緒。
ゆなさん、あゆなさんは何が好き？あゆなさんの好きな飲み物、知りたいです。私が好きな飲み物はいちごオレなんだな。いちごオレ、はい、いちごオレです。オッケー。いちごオレが好きなのね。そうそうそう、美味しいよ。もしミルクちゃん。はいです。あゆなさんが好きな飲み物はいちごオレだよ。聞こえてたでしょ、きっと。いちごオレですね。まあ、楽しそうだからいいけども。ももちゃんの好きな食べ物は何です？好きな食べ物。ももはお魚が好きよ。もう猫だもんね。お魚はミルクも好きです。あゆなさんの好きな食べ物も知りたいです。いいね。好きな食べ物は、私の好きな食べ物は、オムライスということで。あ、お寿司ってしたら同じ魚だねってなったかな。まあ、でも向こうがね、お魚って言ったからちょっと私は違うもので、オムライス。はい。オムライスが好きなんですね。そうそう。基本的に卵料理好きやな。もしもし、ももちゃん。絶対隣で聞こえとったけん。あゆなさんが好きな食べ物はオムライスです。かわいい。オムライスなんだね。楽しそうやね、二人とも。お、話題がなくなったか。スマホ、ありがとうございます。ありがとうはね、ありがとうって言うんだよ。何？どういうこと？どういうこと？あゆなさんが教えてくれたの。ありがとう、いい言葉ですね。ほんわかだよね。さっきまでのは猫語やったってことかな。ほんわかです。顔。じゃあ、またね。はい、また、お電話したいです。まだやっぱりスマホを通さんかったらちょっと会話ができん感じなんかな。スマホのおかげでももちゃんともっとお話できましたね。え、ももちゃんとミルクのこともわかったしね。今まで一緒のこともまた増えたです。魚が好きと、もっと増えるよ。もっと増えたら嬉しいですね。一緒のことが増えると胸ほんわかしてくるです。共通点とかあったら嬉しくなるし仲良くなれるよね。またスマホでお話ししたいです。きっとまだまだ付き合ってくれるよ。あゆなさん、教えてほしいことがあるんです。なになに、どうした、キョロキョロして。お出かけから帰ってきた時の言葉を教えてほしいです。お出かけから帰ってきたとき、それはもちろんただいまだよね。たまにおかえりって言いそうになるけど。そう、なんかおかえりって言いながら帰ってきそうになるよね。クレヨンしんちゃんかっていう話やけど。ただいま。ただいまって言うんですね。そうそう。え、二人はあれなの？自由に出入りしてる感じなの？けど何も言わずにいたら、ももちゃんのことびっくりさせちゃったんです。あ、二人ともあれなんやね。え、じゃあなんか猫用のなんか何扉があるみたいな感じかな。ちゃんとただいまって言って。でももともと猫飼ってなかったんやったらそういうわけじゃないんか。ももちゃんを驚かせないようにするです。言ったら言ったで驚きそうやけどね。それじゃあ撫でましょうかね。ももちゃん、イエイ。いいね。大満足。大満足。ってことで次ミルクを撫で回しましょう。いいね。私そのお尻を向ける感じめっちゃ好きなんよ。あの時のね、なんていうん、この体全体、あの感じすごく好きなんよね。わかる？育ったかな？あ、育ったっていうか水あげんといかんのよね。あげよう、水。ほら、7回分あげれるけん。これ全部育つはずやろ。あれ？ももちゃん何にも植えてないん？ねえ、なんもなかった。
応ミルクは植えとるみたいやけど。どう、育った育ってない、まだ。あ、見て、あれレアなやつじゃない？ね、これ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 、あ、すごいやんこれ。ね、レインボーなんやけど、めっちゃいいやん。収穫しよう、収穫。ほら、奇跡のチューリップ。すげえ。いいね。ちょっとテンション上がったんやけど。図鑑に登録されたよ。でも横のはもう普通ってことよね。この辺は普通のチューリップだ。うんうん。あ、ももちゃん埋めよった、今。さあ、これで、じゃあここ基本不思議種、普通にここ以外はないんよね。じゃあ育てていきますか。基本種は、あ、なるほどね。一応ここは選ぶことができる。まあ、とりあえずこれで育てていこう、全部。はい、オッケー。さあ、これでまた育つといいね。うんうん。ってことで、エピソード。さあ、お次のエピソードは。もう半分まで来た。あのね、あゆなさん。ほいほい。今日、ファミマをお散歩したらね。ファミマに行ってきたの？本当にスマホで電話してる人、見たよ。そりゃね、人間だったら多分電話すると思うよ。ファミマをお散歩したです。お、二人で一緒に行ったの？ファミマでも、スマホでお電話してる人、いたです。え、ファミマでもってあれやない？ももちゃんもファミマって寄らんかった？あとね、スマホとにらめっこしてる人もいたよ。ああ、まあ、電話するだけじゃないもんね、昨日。そうそう、ネットしよったんじゃないかな。スマホをじっと見てる人、いっぱいでした。何かとね、電話じゃないこともできるからね。え、そうなの？そうそうそう。スマホって、電話だけじゃないの？いろんな機能、もう、ミニコンピューターみたいな。もしかしたら、ミニパソコンみたいな感じ。テレビとか見てたのかも。あ、まあ、それもできるね。ほんと？あんなに小さい箱でテレビ見られるなんてびっくり。確かにね。本物のスマホはすごいね。このスマホも本物にならないかな。いや、猫に本物のスマホを与えるのはちょっと高価すぎる。スマホさん、スマホさん、おもちゃから本物になってください。かわいい、癒されるかよ。ミルクのお願いです。これはね、これはなんかなんとかしてあげたくなってしまうんじゃ。あれ、お、なになに、使えるようになった？魔法ですか？おもちゃのスマホから本当に音聞こえてるよ。マジで？わわ、ミルクのスマホからもです。魔法がかかった、奇跡やん。本当に本当です。わ、本当だ、ミルクちゃんのスマホからも本当に音聞こえる。これはあれですか、もしかして飼い主が、じゃあ二人が目離しとる隙に入れ替えてあげた的な、そういう。おもちゃのスマホだったのに。違う。違う、そういうサプライズじゃなくて。どうしてでしょう。あれ、あれれ。どうした？なぜか時計が壊れてしまったようです。ん？時計の力？時計がなんか願いを叶えてくれる的な感じ。いつの間にか止まってます。さっきまで。ももちゃんは？元気だったのに。ももちゃんの時計は？もしかして大丈夫？ミルクちゃんの時計がスマホに元気をくれたのかも。そういう不思議な時計ってことか。てか、まず時計を下げてることが不思議なんだけど。そんなことあるです？あゆなさん、まあ、願い事言った途端になんかちょっとね、パチッみたいな感じになったもんね。時計がパワーくれたんだね。ミルクの時計、ありがとうです。じゃあ、ももちゃんのは大丈夫ってことか。ミルクちゃんの時計は、ミルクちゃんのお願い事を聞いてくれたんだね。はいです。でも、大丈夫？時計、止まっちゃって。え、別になんか命に関わっとるとかいうわけじゃないよね、その時計。大丈夫です。なんかちょっと寿命が、みたいな。もう、使わないと思ってたですから。あ、そうなの？大丈夫です。何？元気がなくなったとかじゃないよね。そっか。何？
何？体調が悪い？ももちゃん、実はスマホじゃなくてちゃんとお顔を合わせてお話ししたいことあるです。な、何？ミルクもこのお家に一緒に住んでもいいですか？今さらもう住んでるでしょうよ。ここももちゃんの縄張りだから。いいよ。おー、あっさり。本当ですか？うん、みんなでいるとほんわかするもんね。お、結構もうスラスラ喋れるようになってる。ここは2人で、あゆなさんとももと、それからミルクちゃんのお家。おー、いいね。これで正真正銘仲良しになるんじゃないの？わー、ありがとうです。あゆなさん、いいって言ってもらえました。よかったねよかったね、みんな仲良くしようね。仲良くしたいです。うんうんうん、ももちゃん、あゆなさん、改めてよろしくお願いします。かわいい、ね、いつまでもよそ者気分やったんかな。全然いいのにね。あゆなさん、ほいほい、ちょっとご相談があるんです。ミルク、マジでめっちゃ話しかけてくるよね。ミルクの懐中時計動かなくなっちゃったんですけど、大切なものなのでなくしたりしないように。なるほど。ちゃんとしまっておきたいんです。なんで大切なものなんやろ。生まれた時から持っとんかな。誰にもらったんやろ。まず懐中時計、宝物箱いる？その辺に置いたら全然大事にしてない。いいですね嬉しいです。なら聞いたよ、懐中時計しまうの？聞いたよ。ももはずっとつけっぱなで、あゆなさんがおる感じ。宝物箱作ってくれるです。手作りなの？ももちゃんも懐中時計入れますか？でももちゃんのまだ多分動きよるもんね。うん、そうだね。あ、いらん？ミルクちゃんが言った通りもう使うことはないと思うけど、2人とも同じ動きしよる。大切なものだもんね。はい、一緒に使いましょう。その懐中時計を外したら喋れんなるとかいうことはない？あゆなさん、最近お家の周りにも慣れてきたし、なんかすっきりしたね縄張りのパトロールに行きたいのよ。うんうん、お家の周りに問題がないか見に行くのって大事なんです。なるほど。でも、なんかちょっと不審者とかがおらんか。あゆなさんと行きたいのよ。あ、なるほど。いいよいいよ、一緒に行こう。やった、一緒にお出かけしようね。あゆなさんと、これでお出かけができるようになったの？ミルクとももちゃんでお出かけするです。うんうん、もちろんちゃんとパトロールするよ。異常がないかチェックするです。異常があったらどうするんやろ。何するんやろね。まずはお家の近くの町からパトロールするぞ。かわいい、気合入ってるね。猫たちと縄張りパトロールに行くことができるようになりました。お出かけをしてみますね。今回は町の縄張りパトロールに行ってみましょう。町の縄張りパトロールを選んでみますね。あ、行ける場所もいっぱい増えるんやね。縄張りパトロールだよ。パトロールをしながら素材を集めましょう。たくさん素材を集めるといいことがあるかも。何、素材？ゴールを目指してパトロールしましょう。ワクワク、ワクワク、ルーレット。なるほどなるほど、スゴロク的な感じ。楽しいね。何これ、石？やった。何それ、何それ。拾った。うん、拾ったかい。丸い石かな。ゴールを目指すです。お疲れじゃない。もしかしてこれ1と2しかない感じ？やりましたです。カン、バッチリです。何がバッチリなの？ゴミだよそれ。みんなでゴミだよねそれ。お散歩です。今日も楽しいです。あと3回とかで絶対無理やん。その石はなんかね、水槽の底とかに沈めとけそうな感じではあるけど。ドキドキ。今日も楽しいです。ハテナやハテナ、何ハテナは？カラス。あわわわわわわ。カラスが立ち塞がっていてすみません。もう一度ルーレットを回してください。障害物があるのか。待って、またカラス。わまたカラス。
どんだけだよ。パトロールをし、お家に帰るです。大丈夫？なんかカラスに負けたまんま終わったけどよかったな、それで。とりあえず集めた素材、あとなんか羽とコンペイトも拾えるんやね。街で縄張りパトロールができるようになりました。お出かけができるようになりました。ショップや遊びに行くことができます。ふんふんふん。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。もうなんか行ける場所もいろいろ増えたりしていくみたいやし、まだまだこれからできること増えていくって感じかな。楽しみ。